滋賀から日本を元気に、新時代成功へのヒントを探るニューノーマルの泉。この番組では滋賀を拠点に活動する企業個人にスポットを当て、新しい時代を生きるヒントを探っていきます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、皆さんこんにちは。ラクロスプレーヤーの山田幸代です。一緒に番組を盛り上げていただくのは奥井総研代表の奥井さんと、元プロ野球選手の江草さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、今回は高島市初の発酵食品ブランド 10% アイアムを販売されている株式会社友達の代表平井俊明さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうぞお座りください。滋賀県高島市にある 10% アイアム、発酵菌と仲良く暮らすをコンセプトに、体に優しい漬物や発酵食品を作っています。話題の発酵食品を販売するまでには様々な経緯が。そんな平井さんを深掘りします。続いてのテーマがですね、高島&発酵料理との出会いというところなんですけれども、これは高島市にいらっしゃってから出会われたものということなんですが、いかがでしょうか。そうですね、高島に行った時っていうのは実は何の仕事もなく行ってまして、うん、たまたま紹介してくださった方が市の職員の方だったんですけど、来年高島市もいろんなことをやるから来てもらったら、なんかいろいろ手伝ってもらえるといいなっていう、非常に具体性のない漠然としたオファーをいただいたんですけど、元いた会社に、そういうオファーを受けたんで、自分で会社作ってそのオファーを受けたいんだという話をしてで、会社もじゃあやればっていう感じになって、で、雨上がる株式会社という会社を作りまして、で一応前のスマイルズもちょっと資本参加してくれ、一応出資をしてちょっと応援はしてくれるという形で、会社を作って、来た時は何の仕事もなく、でしかもその手伝ってもらったらいいなって言ってた市の職員の方が、県庁から出向してた方だったんですけど、はい、急遽県庁に戻らなきゃいけないってなってしまって完全にはしごを外されたわという状況で、何の仕事もなく高島に来たので、最初は畑を借りて野菜とか作ったりしてました。でもそこからどんな出会いがあって今があるんですか。高島市が当時その、地域ブランディングみたいなことをやりたいということで、琵琶湖高島ブランド戦略推進事業っていう、事業だったんですけど、そのコンペに応募したのと、もう一つ、農政課が募集した都市部における特産品販路開拓事業というのがありまして、農業、高島市の農産品をどうやって、地域外に売っていくかっていうのが課題なんですけど、その2つのコンペをたまたま取ることができまして、なので、3年間は、その2つの仕事をほぼしてたというか、行政の仕事として、それをやらせていただくっていうのを、やってきたっていう感じです。それはどういう内容のものだったんですか。一つはですね、その地域ブランディングということが一応テーマで、もともと自分はスマイルズという会社でスープソク東京のブランド作りというのをやってきてましたので、地域をどうブランド化するのかみたいなことに対して、自分なりのこう答えを探してたんですけど、その時に、高島に自分が行った時に、皆さん高島来ても何にもないよってこう言われてたんですけど、確かに東京にあるようなものはないんですけど、まずはその皆さん地元のものを地元で作ったものを自分で食べてるんですよね。自分は最初畑やったりしてたんですけど、それを当たり前にやってまして、特にお米も作ってますし、琵琶湖から魚取ってくるし、ジビエは取るわで、なんか皆さんその、当然スーパーでは買い物しますけど、そういった自分で作ってるものを当たり前に作ってるっていうカルチャーがあって、それは別に高島に限ったことじゃないんですけど、で皆さん当たり前にやってるんで、それが何か特別なことだと思って
ってなっしゃらなかったんですが、東京から来るとそれってすごい特別なことで、だからそこ自体に価値があるんだっていうことを知っていただきたいなということを最初に思いまして、高島の食と人3つの〇〇っていうお題で、まあ、それを地元の方に写真撮影してもらったり、地域づくりに興味がありますみたいな方にライターを務めていただいて、まあ、自分がそれをディレクションする形で、ホームページでそれをずっと配信していくと、であとそれをこう一つの冊子にまとめるっていうようなことをブランド作りとしてやってきました。そういうこういろんな取材を重ねられる中でいろんな方々との出会いがあって、でまた今お持ちいただいているような新しい何かチャレンジというのを立ち上げられたりしてきたというふうにお伺いしているんですけれども、高島市って発行する町高島っていうキャッチフレーズをもともと持ってまして、まあ、結構皆さん麹屋さんで麹を買って自分で大豆作って味噌を作るとか、結構あとなんだろうな、船寿司有名ですし、はい、あとサバ街道っていうのがあるので、うん、そうですね、へしことか、まあそういうサバの漬物を作っているとか、うん、まあ、至る所でこう日常的に漬物を作っていることがすごい多い、だから発酵する町高島なんですけど、じゃあ他の地域と何が違うのっていうと、まあ、高島に限らず、まあ当然近江八幡でもどこでもこう同じように発酵は使われているので、高島の発酵っていうのは何かっていうと具体的に言うものがなかったので、うん、最初まあ農政課の仕事で、発酵をこう商品化するっていうことで日々の発酵っていう、まあ、そういうブランドを作って地元のメーカーさんに、まあ、例えば和菓子屋さんにその例えば甘酒でお菓子を作ってもらうとか、そういったようなその要するに発酵を使った商品をそのメーカーさんができる技術を使って商品化する、でそれを一つのブランドで売っていくっていう提案を最初してたんですけど、最初行政の仕事でそれを受けてやってたんですけど、まあ、その中で朽木にあるパンガ食品さんっていうところの社長の本さんっていう方と出会って、でその本さんとまあちょっと意気投合したという感じで、本さんまあもともとパンガ食品っていうのはその OEM をやってる会社で、まあたくさんのキムチとかチャンジャをまあ大手さんにこう卸してるっていう仕事をしてるんですけど、もともとおじいちゃんやおばあちゃんが孫に食べさせられるような食品を作りたいっていうのが工場を作った時のコンセプトだったので、まあそういう OEM ではなくて本当にその社長がやりたいと思っていることを事業化したいっていうことで、その新ブランドを作る仕事をしてもらえないですかっていうオファーをいただいて、なるほど、とはいえまあ工場なんで、そのじゃあ新しい事業を作ってもやっぱり運営するのが大変なので、うん、じゃあ自分がそのブランド作りましていくらですっていうふうにしてお金もらっても運営できないと、まあ、せっかく自分に期待して、その仕事をいただいてもなんかそれだけで終わってしまった意味がないと思ったので、うん、まあ、むしろお金いらないですと、自分の会社がむしろお金を出資するから、まあ、一緒にその工場と出資して、新しい会社を作って、まあ、それでその新しい、まあ、発酵食品のブランドを運営したらどうかっていう提案をしまして、でそれで株式会社友達という会社をもう一個作りまして、でその会社が今 10% アイアムって発酵食品ブランドを運営する会社として、それを一応事業としてやってる会社。じゃあパンガ食品さんとの出会いがあって高島を盛り上げるものとしてその新しいブランドを立ち上げられたという形ですかね。まあ、その時はもう高島市の仕事ではなくてパンガ食品さんの、まあ、新事業、新しいこう卸先を作るみたいなことで事業としてやったっていう感じですね。そのお名前がですね10% アイアムというブランド名なんですが、 10% アイアム、はい、10% アイアム、これはどういう意味合いがあるんでしょうか。まあ、直訳すると私 10% ですっていう訳なんですけど、はい、そのブランドを作る時に、まあ、社長パンガ食品の社長の本さんから10% ヒューマンっていう、まあ、本を貸してくださりまして、いかにその腸内細菌が人間の健康にとって重要なのかっていうことがまあ書かれている本なんですけど、まあ、そこにその本のタイトルは 10% ヒューマンっていう本で、私、まあ、10% の人間っていう意味なんですけど、要するにですね、人間のこう表皮と言われる部分にありとあらゆる菌が住んでいると、まあ、最近そのコロナウイルスでこう殺菌とかやってますけど、はい、もう殺菌とかするの実はあんまり良くなくて、本当はその人間のこう表面にいる菌が人間の肌と共生して肌が守られていたりとか、一番菌がたくさん住んでいるのは人間の小腸なんですけど、で実はその人間の体に住んでいる菌っていうのは自分の細胞の10倍ぐらい住んでると言われてるらしいんですよ。それまあ自分は数えたことがあるわけじゃないからわからないんですけど、実はその自分の10倍の菌たちが生活するための、まあ、住処である
ってことの方が実は要素として多いのかもしれないと、はい、だから 90% は金の住処として生きてて 10% が自分のために生きてるみたいなことになるので、まあこの自分が作るこの新ブランドっていうのは、まあ、金と共生することをテーマに、添加物、いわゆるその化学調味料とか合成着色料とか保存料とか、まあ、そういったものを使わずに、発酵で味を作り出して腸内細菌とかと一緒に暮らそうっていうテーマで、作ったので 10% アイアムっていう名前のブランド名にしたというブランドです。なるほどですね。なんとその 10% アイアムを今日はですね、お酒に合うセットとしてはい、お持ちいただいているということなので、これがその、まあ、お酒に合うセットのパッケージでして、まあ、商品のアイテムは、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、その中からこうお酒に合うものをこう3つセットにしているというのが、まあ、このお酒に合うセットになってます。まず一番この右にあるのが、サバのカモシリエットっていう、まあ、サバ街道っていうのもあるので、ちょっとサバをもうちょっとあの材料にして、生クリームとか塩麹とかとあえてパンに塗って召し上がっていただけるような商品として開発したものです。サバの方、サバ街道、はい、ワイルドだね。あ、サバの風味めちゃくちゃしますね。これもめちゃくちゃ美味しくて、10% の俺と 90% の細菌が両方喜んでる最高のコメントですね。めちゃくちゃまとめてるやん。てか今ね、今言いたくて言いたくて待ってましたから、ね、でこの真ん中の塩麹漬けサーモンというのは、これはもうシンプルに、サーモンを塩麹とあとみりんとか、昆布とかにつけて、まあ、熟成させたものですね。いきます。何に近いやろ。そんな不思議な感じですか、うん、食べたことないような。美味しいですけど食べたことないです、お酒欲しい感じ、うん、お酒にはありますねあ、でも美味しいです、美味しいです。これは、奈良漬けとチーズの米油漬けっていう商品なんですけど、発酵料理の研究は田谷さんっていう方がいらっしゃって、その方にレシピを開発してもらったものなんですけど、結構あの奈良漬けとチーズっていうのは意外に相性が良くてですね、でそこにまあちょっとケールを入れてまして、それでそれを米油につけていると。奈良漬けとチーズと合うんですね。召し上がってみてください。うん、うん、これなんでこれ甘いんですか。奈良漬けの甘さだと思います。でも本当にチーズと奈良漬けがいい甘さがこうマッチして、これワインにも合いそうですね。そうですね、特にチーズも入ってるんで、うん、とっても美味しいです。この後は滋賀で活躍する女性を応援、ティータイム。ここからはティータイム。このコーナーでは滋賀で活躍する女性をゲストに迎えて、ビジネスやプライベートで大切にしていることを聞きながら、これからの女性活躍社会のキーワードを探ります。ここからはアマハのプロデューサー奥井美香さんと一緒にティータイムのコーナーです。よろしくお願いします。11月後半のトピックなどありますか。新メニューのご紹介をしたいんですけれども、今回はセイロ蒸し御膳をご紹介したいと思います。イエーイ、ありがとうございます。セイロの中身はどういうものが入っているんですか。地元のお野菜たっぷりと、あと近江牛と豚肉を、はい、近江牛と豚肉と、そうなんですよ、両方贅沢、はい、ご用意してますので。あ、そうでした。はい、じゃあ私もぜひいただきたいと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速参りましょうか。はい、先週に引き続きゲストはフローリストのクロスさん。愛知県名古屋市出身のクロスさん、守山市で出会った和バラに一目惚れ。それからはフリーランスで和バラを中心にしたフラワーブーケの制作や結婚式の装飾、レッスンなど精力的に活躍されています。ここからはですね、フラワーアレンジメントに挑戦をしてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。では手順を教えてください。はい、今日はあの守山の大井農園さんっていうところのバラをご用意しました。すごいいい香りが漂ってますね。はい、でこれあの香りのバラを用意してくださったので、よかったら嗅いでみてください。なんか両方のあの匂いが違うので。あ、すごいいい匂い。刺されますね。あ、全然匂い違います。そうなんです。こっちがダマスク香で、こっちがブルー香になります。全然違いますね
家の、あのディフューザーとかでもローズの香りとかするじゃないですか、うん、本当にこういう香りするのかなと思ってたんですけど、うん、でもこっちの本当すごいですよね、すごいいい匂いですね、うん、こちらも香りはあるんですけど3種類ぐらいかなご用意しました。花びらの数がめっちゃこう多いのが多いですね、はい、特徴になります。で、秋のお花ですね、こちらは秋に結構咲く草花みたいなのを集めました。で、こっちが紅葉してる葉っぱ、今しかないんですけど紅葉の葉っぱを合わせていきます、はい。で、まず下処理からなんですけど、お好きなの3本あのバラ選んでいただいて、この葉っぱのところを、葉っぱとトゲがちょっと結構ついてるので気をつけてください。で、葉っぱ取っちゃいます。で、一旦このここに戻し、この状態で戻していただいて、で、これもお好きなの取っていただいて、こう余分な葉っぱとか取っていただいてと戻します、はい。まずじゃ下処理と選んでいただくのをお願いいたします。はい、取ったらいいですかね。はい、葉っぱ取ってください。はい、一番簡単なのはグラデーションで選ぶのが一番こう簡単です。でもそれこそあの前職でよくお花とかを選ばれてたんじゃないですか。言ってましたよ、めちゃくちゃ言ってましたよ、ね、いろいろ。でもなんかそう今ハードル上げましたね。でもこの結婚の時はこの色がみたいな感じのドレスとはこのお花の色の方が合いますよとか。あ、ぜひ。いや、やめてください。ちょっと結構プロです。いや、ちょっと前なんでもうブランクあります。もうバラが可愛いので、可愛いですね、こんな感じでも。これは手で取った方がいいですか。そうですね、あのトゲが多分それ鋭いのでちょっとお気をつけください。同じ色に同じ色にも行こうかなと、なんか黄色好きだしと思ってますが、そういうとこがいい、かっこいいですか、うん、むしろ3本ともでもいいかなと思ったけど。なんかどういう、例えばお茶だと精神統一して心をこう清めてってあるじゃないですか、はいはいはい、どうですか、あのお花はやってる時は、ま、結構お花をよく見てもらう感じですね。はい、どういう風に咲いてるのとか、どういう形で咲いてて、はい、色はどうなのかとか。でも生徒さんほとんど奥様が多いんですけど、なんていうのかな、子供がすごい喜ぶとか、お花があるとなんか会話が生まれるとか、そういうのはおっしゃってますね。お花は比較的この中ではこう茎が太いので作りやすいので最初に持ってきます。1本の半分よりちょっと上のところを親指と人差し指で持ちます。で、スパイラルっていう形に組んでくるんですけど、最初なんであのそんなうまくいかないかもしれないですけど、ここの視点を中心に全部こういう感じで入れていきます。なんで後ろを入れるときはこうです。じゃあ360度美しい花ブーケを作りたいので、ちっちゃくながらも、普通だったらこう前に来てこっちが背中になっちゃうんですけど、後ろに入れます。そうすると丸くなります。で、蝶々のせて、はい、はい、返せばいい。せっかく、どうですか、このいかがでしょうか。色合わせも可愛いと思います。よかったです。それもなんか効いてるし、これはもう秋が、アグレッシブ、アグレッシブ、はい、アグレッシブな、ダイナミックな感じの、どうでしょう、秋って感じします。いいよ。でなんかこう同じような数で使っても作る方によって結構変わるのも、ね、はい、面白い。ちなみに先生のも見せていただいてもよろしいですか。わー、綺麗、はい、さすが、いい感じですね。ございます、ありがとうございます。全然違いますね、これはやっぱり心が出るのかな。全然違いますね、こういうの作るの楽しいですね、うんうんうん、すごい集中できますね、はい。
黒酢さんのですね、はい、これからやってみたいこととかいろんな活動あったりしますか？はい、今実はですね、はい、これを曲がりという商品を作っておりまして、この中に入っているドライフラワーは市場出荷から外れてしまった、ちょっと曲がってると市場から外されちゃうんですよね。でもその方が可愛いんじゃないかっていう新しい価値観みたいな感じで、ドライの一輪挿しにもなるようなあのかっこいい箱を作っていただきまして、こんなお持ち運んで素敵に入れるようなおしゃれです。はい、曲がり新発売しております。これ壁にこのまま貼っ付けていただいても。あー素敵、はい、市場の、ね、規格外の商品をこうやってね、新たな命をね引っ掛けるというか、再生されるっていうのがまずすごいなって思いますし、すごいおしゃれだし可愛いんで、ドライフラワーだから長持ちしますしね。そうですね、もうこれも2ヶ月ぐらい経ってるんですけど、ドライの機械で素早くドライにするので色が焦れるのがすごい遅いですね。発色が綺麗ですもんね。焦るのを気にしなければずっとこのままお使いできるんですけど、中のバラだけ変えてもらうことも可能です。ありがとうございます。はい、黒酢さんのこれからの目標だったり夢を教えてください。はい、なんかこう言って異業種の方と組んで新しいお花のなんか使い方とかをしていきたいなっていうのと、こう普通にお花屋さんとしてはなんかこう節目に選んでいただけるようなそういうお花屋さんになりたいなと思ってます。はい、そうですよね、節目節目にお花があるのっていいですもんね。では最後にですね、はい、黒酢さんの大切にされている言葉を教えてください。はい、暮らしに花と花歌を。素敵ですね。これ私のレッスンのコンセプトでもあるんですけど、はい、私のすごい好きなパリのフローリストがこう常に花歌を歌いながら仕事をされてて、男性の方なんですけど、なんかその余裕っていうか、なんかそういうスタイルがもうすごいかっこよくって、なんか花を通じてこうハッピーで愛を伝えられるみたいなのを忘れないように、これをいつも思ってレッスンしています。この後はスポーツコーナー。ゲストは引き続きプロバスケットボール選手、京都ハンナリーズの永吉優也さん。じゃあシュートの練習をしたいと思います。ちょっと一回みんなの見てみようかな。よっしゃ、皆さん一列になってください。いいね、先頭いいよ先頭いいよ。皆さんフリースロー打ってみましょうか。ほっ、みんなもみんなのシュート見ててね。みんなもみんなのシュート見ててね。はい、よっしゃ、ナイスパス皆さんどうでしたか？やっぱちょっと回転きれいじゃないなと思ったで僕は思いました。シュートが入った入ってないっていうのは僕全然気にしなくって、まずはどうしてほしいかというと、近くから打ってみたらどうかなと思ってて、僕がよく練習してたのはリングの真下、まず真下からシュートを打つ、入ったら一歩下がって打つっていうのを繰り返して、まずは自分の届く距離でいいです。ぜひ練習してほしいなと。元日本代表のシューターの選手も同じ練習をしてて、すごく効果のあるいい練習だと思ってて、試合前のウォーミングアップの時にもやってて、だからぜひこれはおすすめかなと思って。やりたい人オッケー、こういうとこよおいで。今君は手を挙げました。ただみんな手を挙げませんでした。チャンスを逃しました。こういうことがあったらぜひ積極的に手を挙げてほしいなと僕は思ってます。では行きましょう。まずリング下から、リングの真下、真下が一番難しいのかな。いいよ、入った。
左手は添えるだけ、添えるだけ、おー、はい、一歩 OK、 一歩、さっきと一緒、はい、そう、おー、上手。どう、打ちやすい、打ちやすい、自分の打ちやすいシュートが実は一番いいんだけど、今のこのシュートで打ちやすいんだったらぜひこのまま続けてみてください。拍手。はい、次やる人、はい、はい、次週も引き続き高島市初の発酵食品ブランド 10% アイアムを販売している平井俊明さんを深掘りします。そしてティータイムでは、草津でアパレルショップの運営やスタイリングなども手掛ける南純子さんがゲスト。さらにスポーツコーナーでは、プロバスケットボール選手永吉さんが引き続き子どもたちを熱血指導。お楽しみに。